俺、喧嘩には負けないぜ。どうも、俺はひとまず、はい、おかげさまでナルトは2年ぶりに。ああ、わかった。修行の成果は何の成果もなし、バッチリだってばよ。では早速するとある男の相手をしてもらう。このためにわざわざここ数日は任務にもつけず、その相手とはでかくなったな、ナルト。言う。全然変わってねえってばよ。いや、さくらと会うのも久しぶりだね。はい、高橋先生。俺が相手するのはナルト、さくら。それじゃあすぐに始め。ナルトも帰ってきたばっかで疲れている。少し休憩をやる。後で第3演習場で落ち合おう。で、俺らと同期で中。じゃあついでと言っちゃなんだが。じゃあガラ5代目の風影になったよ。そうか。どうだ、風影になったのか。まあ、俺も負けてらんねってばよ。絶対ほかげになってやる。見てろよ、ガラ。高橋先生ってば、俺たちの修行の成果よりあんなくだらない本の。まあそのおかげでこっちはかかし先生相手の戦略を打ち合わせできるんだけど、私は少し用事があって、後で。あ、じゃあな。ナルトじゃないかい。帰ってきたのか。俺も傷薬を。え、これだ。それなら俺が見てくるぜ。ナルトは休憩しててくれよ。さくら、用事は済んだか？自分の言葉はもう大丈夫。合流までちょっと時間がある。え、行きましょう。なんか懐かしいってばよ、ここ。ああ、そういや、ここはお前たちの最初の第7版スリーマンセルか。サスケの名前はこいつらには禁句だな。ま、どれだけ成長したのか見てやる。ルーは初めてお前たちと会った時と同じ。どんな手を使ってもいいから俺から鈴を取ればいい。期限は明日の日の出までだ。さて始めますか。成長しかと見せてもらったぞ。明石、何かまあ何の話だって。今後のあなたたち渦巻きなると、お前たち2人とカカシハ、これからお前たち2人、昔と違い。おい、それではあ、そうだよ。まだ帰ってきて一楽ラーメン行ってね。俺もよっしゃ、一楽ラーメン直行だってばよ。一楽も全然変わってないってばよ。この匂いそそる。いらっしゃい、ナルトじゃねえか。久しぶり。何にする？腹減ってんだろ。ああ、ペコペコだってばよ。よし、じゃあ今日は俺のおごりだ。好きなもん注文しな。こんなところで偶然ね。よう、さくら、もしかしておかげさまの。ええ、Tsunade師匠から呼ばれて。あなたも？俺も呼ばれたんだ。一緒に行こう。ええ、行きましょう。を信じなければ勝利の道もありませんよ。自分を信じなければ勝利の道もありませんよ。今回はどんなご用ですか？おお、だからここだね。基本的な作業は終わっています。そうか、わかった。静音はこの頃忙しくて手が離せない。はい、綱田様。客へいらっしゃいませ。こんにちは。頼んだ薬草は届いてますか？おお、届いてますよ。今これですよ。うん、ありがとう。さて、里の外へ行って。はい。あれがさ。大丈夫、俺に任せろ。きます。